今回紹介するのはキラフロル。今作から登場した新ポケモン。新特性の毒化粧は物理技を受けた時に毒微臭を撒くという特性。二つ撒けば登場したポケモンが猛毒状態からバトルが始まる強特性。なんですが、特殊技では毒微臭が撒けなかったり、地面4倍、ドロポンで落ちる鋼に有効打を打ちづらいと地味に使いづらい印象も。特に、ロトム対面では特殊で削られ、ステロも負けず終わってしまう場合も。だから私は、ロトムを許さない。そんな感じで、どうぞよろしく。では、パルサーさん対戦お願いします。パルサーってなんだっけ？パルスワンならポケモンにいるけど。ロトム。ロトム。あー、ロトーム。ロトーム対面か。一応ね、このキラフロル、ロックカットで、スカーフロトムは抜けるようになってるんだけど、これテラスタル切っちゃっていいのかどうか。さすがにドロポン食らっちゃうと、無理だろう。後ろ。あー、アーマーが。まあ大丈夫かな。殴って、ってきたところにエナジーボールぶち込む。いや、ロックカットするか。うん、ロックカットから入ろう。そうすれば後ろにも繋がるから。うん、後ろよりは早いはず。うん、スカーフロトム超えるスピードであれば。で、とりあえずこれで素早さ上げて、まあ、後ろのポケモン考えてもエナジーボールでいいか？いいよな？ん？いいか？ヘドロウェーブよりはいいはず。うん。ヘドロウェーブは鋼に効かないし。ロトムで突っ張ってきたらそれはしょうがねえとして。いや、ロトムで突っ張る理由はないでしょう。ラウドボーンいたとしても。ああ、まあまあまあ、ラウドボーン。ああ、パワージェム打ちたい気持ちもあるな。パワージェ打っとく。まあ、引くわな。ここは引いて。人に慣れてるガブリアスか。で、ここパワージェム打っとくことによって、まあ、炎タイプになりづらくはさせとくか。うん、炎タイプになりづらい状態だね、ここは。かといって自信も打てない。まあ、ドラゴンクローはあるだろうけど。エナジーボールで削り切れっか。いやー、だったら一回引いてオリーバー。オリーバで受けるか。いや、相手分かったんだったら、いや、このまま行こう。エナジーボール。うん。まあ、さすがに炎のテラスタル切って、火傷対策で、ガブリアス炎は多いと思うけど、さすがにそれは切れなかったか。ってなれば、次出てくるのが3体目。ミミッキュだとちょっと、あれかな。一回引くか。ミミッキュだったら一回引くけど、ロトム。で、スカーフロトムだったら、抜いてるだろうっていうのか、一回フェアリーに変わっちゃうかだよな。フェアリーに変わりそうだな。うん。いや、フェアリーに変えて、来るとしたらヘドロウェーブで正解なんだけど、どっちだろうな。電気からの10万ボルト、もしくは、だよな。ここヘドロウェーブだな。うん。もし外したとしても次がある、ない気がするな。命の玉だろ。ヘドロウェーブ。ここテラスタルフェアリーだったらなぁ、嬉しいけど。
フェアリーにする意味があるかって言われたら、まあ大正解だったな。なんかね、ロトムはフェアリーが多い気がする。ここ読んでフェアリー当てて、で最後の一体か、最後の一体なんでしょう。ラウドボーン、じゃあパワージェムで終わりですね。一応 HD ブリとかだったら耐えれないけど、ああ耐えた。 D に少し振ってたか。一応 H ラウドボーンか、252で乱数か、乱数一発の計算だったから、まあ耐えて当たり前か。じゃあここはうん、ラウドボーンでいいかな。まあ大地の力打たれても大丈夫だし、クレアソングで C1 段階上昇したとしても天然同士であれば問題ないでしょう。うん、よしよしよし。これはピコフロルが強かったのか、俺の経験則で勝ったのか、ちょっとわかんねえけど。カニパルサーさん、対戦ありがとうございます。今回のロトムを許さないキラクロールですが、ドロクチ H132、B60、C252、D4、S60、性格控えめ、持ち物命の玉、または達人の帯ですね。実数値は表をご覧ください。素早さに関しては、ロックカット込みで最速スカーフロトム226抜きの228となっております。技構成は、ロックカット、ケドロウェーブ、パワージェム、エナジーボールですね。今回はロトム対策を重視したんで、全ロトムに対して弱点をつける構成になっています。キラフロル時代、ラスターカノン、大地の力、マジカルシャインと攻撃技の選択肢が多く、タイプを変えることで毒化粧も巻きやすくなったりと、今作の新要素テラスタルによって大きく化ける面白い新ポケモンとなっておりますので、皆さんの好みのキラフロル探してみてください。ご視聴ありがとうございました。